このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は大人気の手作りおもちゃついに飽きられたということでですね、このおもちゃなんですけれどもね、猫兄さんお手製のおもちゃなんですけれども、もうかれこれ1年ぐらいこちらのお店に置いてるんですけれどもね、まあ今見たらすごいぴょんぴょんとね飛び跳ねて、まだまだ人気は健在なのかなとも思うんですけれども、この後飽きられてしまうのかどうなのかお楽しみくださいということで、まあ普通にねジャンプしてくれてますよね。ただね、いつもとちょっと違うのが、誰かが遊び終わったらもうすぐに次の子が来るみたいな感じでね、もうすごいいっぱい来てくれるんですけれどもね、猫ちゃんに囲まれたりとかしてたんですけれども、まあ、結構間があるんですよね。まあ、ちょっと今飛んできましたけれども、近づいてきたらまあ手を出してくれる子はいてますね。すごいイケメンの子ですけれども、この子はね、猫兄さんも大好きなんですよ、この子。ラテ君って言いますよ。カミカミしてますよね。するとね、白猫の頃はトニー君かなが来てくれまして、遊びたそうにはしてるんですけれどもね。なかなかみんな勢いがないんですよ。一応追いかけはてはくれるんですけれども、すぐどっか行っちゃうんですよね。今回のお店は大阪難波にある保護猫カフェ猫のえにわさんです。で、まあと言ってもね、このおもちゃっていうのが本当に1年前ちょうど1年ぐらい前に、ここ置いてるということで、1年間もよく持ったなっていう方なのかなとは思うんですよね。結構おもちゃって、まあ、すぐ壊れるっていうのもありますし、すぐに飽きられるっていうことがあるので、まあ、1年間ねずっと遊んでくれたっていうのは、まあ、良かったのかなとは思ってるんですけれども、やっぱねちょっと寂しいかなとは思っております。でもね、結構ちょいちょいと遊んでくれてるますよね。あとね、ハードルが上がりすぎてたっていうのもあるかもしれないですね。もうみんながもうわちゃわちゃ来てくれてたんでね、囲まれてね。だから、まあ、普通には遊んでくれてるように見えるんで、まあ、ちょっとハードルが上がってたのかなとは思うんですけれども、ね、普通に遊んでますもんね。猫パンチ一瞬で終わるっていうね。ちょっともちろん倒れましたけれども、追いかけても飛ばないっていうね。あ、またやってくれたか。まあ、来てくれてるな、でも。まあ、普通のおもちゃの感じになったのかなって、今まで大人気って言ってたんですけれども、まあ、しばらくこれもね、様子を見れば、また変わるのかもしれないですけれどもね。スリスリと可愛いな、これ。で、この長毛さんに甘えられるのたまりませんよね。で、ひっくり返ってね、アピールしてましたよ。あ、飛んでくれた。一瞬遊ばないのかなとも思ったんですけれども。いいですね、両手キャッチね。もうまた両手キャッチしてくれるぞ。まあ、こうやってね、猫ちゃんが飽きたりとかするのも猫らしくていいですよね。でもお腹を見せて遊んでくれてますしね。以前だったら奪い合いとかもあったんですけれどもね、もうみんな自由に遊べるようになってしまったな。またね、新しい、ね、大人気のおもちゃを作りたいなと思うんですけれどもね。やっぱね、シンプルな紐っていうのが一番猫ちゃんが好きなのかもしれないですね。このおもちゃっていうのは一本の紐を編んでるだけなんでね、やっぱ丈夫ですよね、そういう方がね。いろんな飾りとかもないですしね。もう遊ばないか、みんな。
けてはくれるんですよね。ニコロンしたぞ。あ、まだまだ遊んでくれますね。うん、こういうね、あのまったりと遊ぶっていうのもね、楽しいですよね。なかなかこの猫ちゃんしっかりした体育をしてますよね。このぽっちゃりというか、うん、綺麗な子だな、キッチトラさんね。まあ一瞬猫パンチしちゃいましたよね。この子も綺麗な子だ、白猫ちゃん。でもまだこの子も1歳ぐらいかなと思うんですけれども、うん、ちょいちょい可愛いよ。あー、みんなどっか行っちゃったな。まったりしてきましたね。時間帯もひょっとしたらまったりした時間帯かもしれないですので、ね、なんとも言えないですけれどもね、まあ、次行った時また遊んでくれるかもしれないですし、まだね、もう猫プロレスするかこれね。猫プロレスしだしましたね。これまたいいですね。かわいいな。癒しですね、みんな可愛い。うん、でもすごく穏やかなね時間が流れておりますよ。うん、ずっとコロンコロンしてくれてますね。うん、いいなこういうのも。いやー、みんな本当に可愛かったな。皆様いかがだったでしょうかね。こんな感じであのおもちゃで遊びながら猫ちゃんとね交流深めるっていうのも楽しいですよ。これからもね猫ちゃんの楽しい動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫のえにわさんでした。